大正は、大阪府八尾市内の一地域。八尾市の南西部に位置し、八尾市政施行前の大正村であった地域である。当時の自治体としての名称を、大正の言語にちなんで付けられたのであり、大正という地名は、過去も現在も存在しない。新住所表記では、木の本、錦の本、北木の本、南木の本、大技、木本、大田、大田新町、沼。 空港の各地域に該当する。ここでは便宜上松原市から分割して編入した地域である若林町も含めて記載する。飛鳥時代以前、この地は、物ノノ市の勢力範囲であり、馬屋東寺軍との戦いにおいて、物ノノベ森屋が稲城に陣を置いて抵抗したと伝わる。立領政制定以降は、河内国丹北軍と四季野軍とが接する地域となり、 大田村は双方に存在した。また、元は一つの村だった、木本村も分尊して、丹北軍と四季の軍にまたがるようになった。前日の通り、八尾市の南西部に位置する。地域の西側は、大阪市平野区の長吉六丹地区と接する。南側は、山和川が流れる。地域内に、八尾空港があり、広大な面積を占め、地域を南北に分断している。 地域全体にわたって、ほぼ平坦であり、かつては大雨が降ると、洪水等で、たびたび浸水した。地域を流れる、消火線の拡張、掘り込みを行うなど、治水対策がされている。地域を南北に、旧大阪中央環状線が通っており、現在も八尾市と藤寺市を結ぶ、幹線道路として機能している。かつては、八尾藤寺線と呼ばれ、 木本から大田へ直進していたが、前日の通り、八尾空港で分断されて、現在は西へ迂回している。なお、本堂に沿って、路線バスが通っており、近鉄八尾駅と藤寺駅を結んでいる。便数は比較的多い。少し西側の大阪市内を、大阪中央環状線が通り、地域東側、沼地区の橋を、大阪外環状線が通っている。 道路交通の便は悪くない。主な道路鉄道バスかつて一つの村だったのが三つに分存し、二つの郡にまたがって三つの木本村が存在した地域である。地域内に楠ス基本神社が三々あり、それぞれの村に一座ずつ鎮座している。現在は対象地域の中では最も賑わっている地域である。主な施設、旧石前術の通り、大和川付け会により、 南北に分割された丹北郡若林村の北側だった地域である。南側と北側は橋梁で直接結ばれておらず、松原市とは村の中以外で経済的な結びつきもなく不便だったため、松原市から分離して八尾市と合併することを選択した。合併当時は寒村であったが、1980年に地下鉄が延伸開業して公共交通の便が向上。 企業団地が設置されて企業が誘致された。しかし駅前まで企業が立地し、商店街の類は見当たらない。主な施設、旧石地下鉄八尾南駅かつての中郷地群、大田村だった一帯であり、八尾空港の南に位置する。八尾市立大正小学校主な施設、旧石地域のほとんどが八尾空港とその関連施設であるが、北側に若干工場地がある。主な施設、 急席、ありがとうございます。